本住吉神社は、兵庫県神戸市東灘区にある神社である。旧社格は、県社。住吉三神及び、神宮皇后を主催神とし、雨の小屋根の命、大仙積命を廃止する。東灘区渦森大北端の西山や西岸に、奥の宮、大山積みがある。社源では、日本初期において、神宮皇后の山間聖伐からの帰とに船が、進まなくなり、 信託により、住吉三上を祀ったと記される、大津邸中倉の長尾の地が当地であり、当社が住吉三上鎮西の根源であると伝え、そのために古くから本住吉と呼ばれるとしている。大津邸中倉の長尾の地は、現在の住吉大社であるとする説が有力であるが、当社では住吉大社も当社からの感情であるとしている。 元折のりなも本住吉神社の主張を支持している。縁起式神明朝には記載されていない。古くから本住吉と称してきたが、明治初年の神社調査名最初には、住吉神社と記載された。神社側からの申請により、明治38年に本住吉神社にまた称した。社殿は1995年の阪神、淡路大震災で大きな被害を受け、 現在の社殿は、その後復興したものである。5月4日5日には、境内の社庫に保管されている7台のじりの巡行が行われる。住吉村道路原表境内三道西脇にある。ただし、住吉村道路原表として現役であった頃から、現地にあったか否かは不明。本住吉神社境内の南に接して、西国街道が東西に走り、東に接して、 ありまが南北に走る。ありがとうございます。